はい、どうも、パテモス協会でございます。今更ながら、サイコブレイクというゲームを買ってきました。昨日ですね、ちょうど、中古屋さんに行って、なんと、通常版でしたら、2000円切ってました。1900いくら。私なんか知らんけどね、こんなのなんか CD ついての買っちゃったから、2400円くらいです。なんかね、これね、プロダクトコードみたいなのついてたんやけど、ペリってめくってあるんで、これ使いなさそう。で、あとなんか、よくわからない CD がついてましたけど、サントラらしいけど、ゲームのサントラもいらない。で、結局通常版買った方が良かったかな、みたいな感じでしたけども、まあ一応、ちょっとなんかこう、特別版みたいな買ってしまいました。はい、まあそんなことどうでもいいんですけど、とりあえずやっていこうかなと思ってます。まあこれ、連載ものになるかちょっとわかりませんけども、とりあえず、一応、やろうかなと思ってます。はい。さあ、どうなることやら。ニューゲーム。保存されているセーブ情報を上書きされますが、よろしいですか？どういうこと？うん、いいよ。はい。いいよ。オートセーブはなんかあかんみたいな、されてるとこかっていうみたい。明るさ調整。3つのうち中央のマークかすかに見えるように調整してください。大丈夫かな？こっちで見えるとこか。ちょっと明るめぐらいにもちょうどいいぐらいかな。うん、放送用にはね。もう、難易度。まあ、サバイバル、普通ですね。これ行こう。オプションメニューで、スニック操作の設定を変更できる。私、ちょっと昨日ね、ちょっと触りだけやりました。はい。ですんでね、初見プレイではないです。ですね、まあ、ちょっとチャプターがね、確かに15ぐらいまであるのかな ?15、14ぐらいまであるみたいなんで、うん。それを、ちょっとね、一個ずつ、まあ、一個ずつ言っても一個が長い時もあるからな。やっていこうかなと思ってます。あとはちょっとこれね、撮影がね、止まらないから。電車応答、コード3、緊急応援要請。電車応答、コード3、緊急、ビーコン、中心に、こちら。コード3、3分で行く。もう出て。すみませんね。お疲れでしょうが、署に戻る前に寄り道です。緊迫してますね。報道ですか？髪の毛とか綺麗な。刑事さんたちも昨日前に聞きましたが、大量殺人のようで。もう何台も現場に向かってます。きっと患者を切り刻んだとかいうイカれた医者の亡霊ですよ。ただの噂です。患者が失踪した事件は何件かあったようですが。何にしろ気味悪いですね。病院もないな。124、応答してください。ジョセフ、今回の件と関わりはどうでしょうね。当時の記録は隠されてますから。川の手袋してる。病院にいる各社、応答を。こちら184、カステヤノス刑事だ。カステヤノス。現場の状況はどうだ。こいつが主人公です。道84、先に現場に到着する100度。おー、なんか言ってる。振動してる。コントローラー振動してる。めっちゃ揺れです。コントローラーしてる。さあ、始まりますね。いよいよ。お前まだ操作できてませんね。勝手に進んでますね。おい、キッド。キッドない。何かわかるか。あのキッドに出た。アサシンブリードに出た。でも現場に入れば全てわかるわ。どのぐらいの時間なの？ 20 分ぐらい時間になるのかな。撮影がちゃんとできてるか心配だけどな。マイクラもやってないのに、ね、撮影してないしね。まあ、マイクラやってないな。やってないからちょっとこの手出しちゃってる。病院ね、すごいもんやな。どう思いますか？コネリ、本部に状況を報告しろ。ジョセフ、キッド、行くぞ。中を調べる。調べよう。みんな行こうか。中に行けと。こっからちょっと動かせるね。動かせますね。エマージェンシーセル。たまにカクカクするな。大丈夫かな。なんかね、俺のちょっとやった感じで、バイオハザードとアサシンクリード足したような感じのね、ゲームでしたね。なんかあったりするのかな。なんか多分できひんと思うやけどな。とりあえず入ることは先やね。もうちゃっちゃか行っちゃおう。よし。お、どうした？
下がったな。血の匂いです。血の匂い。分かってるわ。気をつけて。こいつカッコつけてんな。危ないでかな。見すぎやろ、この右のやつ。きっと。カッコつけとんな。誰が来てもここを通すの。私も役に立つはずよ。まだ状況がわからない。バックアップだ。よし、行くか。めっちゃ死んでるやん。めっちゃ死んでるやん。めっちゃ死んでる。走りもできない、まだ。ここでは。聞こえましたか？聞こえてない。何かあった？何読んでんの、自分。何読んでたん、これ。本読んでる途中にやられたんや。うわ、ちょっと待って。生存者です。生存者いた。走ってた。うわ、めっちゃ死んでるなぁ。あ、行けへんや。どこにも生存者。うわ、完全めっちゃ死んでるやん。めっちゃ死んでるやん、これ。どこ？起きてる。大丈夫か？何があった？あ！この人知ってる。そんなはずは。まさか。ルブック。ルビックは。ルブックってやるやん。任せて。監視カメラで何かわかるかもしれません。この人ね、後にね、俺が今やってるところで出てますんで。監視カメラ。コーヒー豆こぼれてる。これ監視カメラ見ようか。はい。ライブフィード。お、なんかワープしてる。ワープしてる。めっちゃワープしてる。UFO みたいな動きしてる。うわー、マジにみたいな顔してるな。うん。ああ。やべえ。やべえ。仕事にされたな。というわけでね。いよいよこっから、とりあえず、開始となります。さっきのところは、要はね、まあ、ここまでだから、血が流れてるで、ネズミいるで。ネズミとね、血垂れてるで。うわお。うわお。いる。目白い。なんか片目白い。ぶら下がってるよ。なんかめっちゃナイフ。あのナイフ。なんかやってる。横でガクガクやってる。ザクザク。うまいこと見えへんようになってる。うわぁ。なんかドカン抜いてるで。なんだそのドカンドカン。あれ俺の友達のあの危ないデカマミニアみたいなやつどこ行っちゃうのあいつ。あいつも捕まったんかな。うわぁ、なんか汚い。うわなんか持ってるで。うわぁ。うわぁ、持って行ってる。よし、揺れろと。左のアナログスティックで揺れろと。いうことやな。はい。もうあからさまにこのナイフ取りなさいってことやね、これね。あからさまにナイフを。ブランと揺れて。よし、取れ。おい。おい。はっ、いかだ、OK。で、ナイフ、ロープを切って、落ちる。気づかれへんのかよ、これで。あたたたた。あたたたた。よし、行きますか。結構丈夫やな。お前だけ結構なんかあれやな。うまいことやってもてるよな。助けてもてるよな。これ壊したらマウトかな。あ、壊すかもできんのかな。こういう風にね、ちょっとね、スニークしていくんですよ。そーっと行ってね。でね、とりあえず、こいつはまあここ、どっか行くんで、見つかったら怖いな、殺されちゃうんだよ。ここにね、これね、ここにあるんですけど、鍵がね、いります。このね、そう、鍵だ、くそ、鍵をね、いただきに行かないといけない。あそこのピカピカ光ってっしょ。あれが鍵なんですよ、実は。こいつ見つかったら怖いのよ。多分どうせ一回ぐらい死んじゃうとは思うけど。めっちゃ料理してるわ、こいつ。飯なんかな？飯として料理してるのか、趣味として料理してるのかな、こいつ。なんでこいつは人間解体するの？食うんかな？グールかな？
これちょっとぶら下げたんで全部人間っていうことじゃこれ。意外にバレへんらしいよこれで言っても。それ。よし、来た。しまい、なんかね、クラシック結構鳴ってんのよ。よく鳴ってんのよ、クラシック。でね、走るってね、足音に気づかれたりするらしいから、これはそーっとね、そーっと行きましょう。まだね、この最初のチャプター1ではね、走れないのよね、あんまり。よいしょ。よし、開けた。そーっと開けたよ。よし。まあ言ってもね、私ね、普段、とりあえず最初やった時、イージーでやったからね。イージーでやったから、この辺多分余裕やったと思うけど、今俺ノーマルで来てるから、やばい気がする。やばい。あ、そう、なんかあるよ。これ、なんかあるやん、これほら。トラップや。トラップ解除できんのかな。これね、トラップね、釣れたら解除できるはずやけど。あかん、引っかかるようにできてるわ。やばい。来たー来たでー、ジェイソン来たわー、走れ。よし、走った。来るから、危ないから、あんな豚に追いつかれることないやろ。急げ、急ぐんだ、早く。うわー、あいや、走られた。走り切られたよー。いいでー。うわお、嫌な予感。嫌な予感しかして、うわお、どんなシステムこれ。どんなシステム、これ死ぬ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 、ちょっと待って、危ない、間に合うか、うわちょっと待って、島どこも死ねる、ほらうわーおー気持ちの悪い気持ちの悪いところに、じゃあこう避けなあかんのかな、ちょっと避けていかなあかんのかな、避けていかなあかんっぽいわ、ボートしたとあかん、死ぬで、あそこ、あそこもね、操作してください。死ぬから。絶対ちょっと飲んでるような、この汚いの。あー、気持ちが悪い。よし、行こう。足痛いんやって、足痛なってんや。怪我したからな。怪我したから足痛いわ、そら。あ、チェーンソーで足切られるとか嫌やな。刀とかナイフみたいなので切られるより嫌やで。足ほら切れてるわ、チェーンソーで。うわー。うわ、嫌やな。いやいやこんな状況で、こらえたら嫌やな。よし、チェックポイント。で、こっからはね、とりあえず、ここなんかあっかな。なんかいろいろね、やっぱね、アイテムとかもあるんでね、見ていった方がいいと思いますよ。うん、これ、ここにもあるのか知らんけど、何もないな。ここでは全然出えへんのかな、そういうもん。もうこの状況、この状況嫌や、走りたい。もう足痛いからしゃあないけれども。おぉ、やべ、なんか来そう。よし、ちょっと、上がろうか。よし。まだやっぱ言ってもね、これね、まだ最初、序盤っていうかね、まだチュートリアル的なノリのとこなんで。なんかあったかな、なんかあったかな、お方も鍵閉まってるやろ、開いてるわ、ラッキー、なんかあんのかな、何もないわ、何もないわ、何もないわ、なんやねん、何もないんかい、俺何も調べずに進んでいくからね、俺も前の時は、やばいやばい、何出口はどこだ、出口は死んでるやと考えたって、どこかに死んでるやろこいつ、どう考えたって死んでるよ。うん、なんか生きてるわけないかな。あの状況で、こんなところで生存者いると思うか、普通。じゃあちょっと見てみよう。さっきなんて書いてあったっけ？アーカイブ。これか。地下水路の先にある閉じられたゲートの脇の、はしごを登れ。急病棟を抜ければ、外に出られるエレベーターがある。お前なら逃げ切れる。さあ、自由は手に取るんだ。R。誰やねん。誰やねん。罠やろ、それどう考えても。罠としか言いようないやろ。あ、ここ鍵かかってるわ。これ。鍵やな。めっちゃ鍵かかってるやん。めっちゃ鍵やん。
めっちゃ鍵やんな。うわーやばいなぁ。どっかかな。取れてるよちゃんと。開けれへんや。開けられへんや、もうな。よし、上がろう。よし。うわぁ、片足チェーンソーでね、傷つけられて歩くって嫌やな。傷も治りにくそうやな。足ほら切れてる。あ、片足ブラブラしてる、ほら。片足ブラブラしながら、やっぱ片足で上がってるよ。腕力いるよ。そうだね、これ敵いるかもしれんからな。大丈夫そうやな。よし。よしよし。これ何や、スイッチ。ちょ、最近ここ入ろう。よし、あったあった。これ何、ボイラー室の手記。一時、ステムシステム稼働実験開始。1時15分。実験は成功。脳波の同期、同調確認。被験者の損失も最小限。実験継続エージェントが取得データを回収。1時30分異常発生。被験者側ではなく、記録役のスタッフが体調不良を訴え、直後原因不明の昏睡状態に至る。医師の判断でシステムを遮断。1時45分スタッフが次々に体調不良を訴え、昏倒。動ける者は院外へ脱出を図るか、なぜか外には出られない。システムは稼働停止されたはずだが、被験者の脳波はホストとの同調を続けている。彼が、あの男が現れた。ね、2時ね。まあ、1時間の話って言ってね。なんかないんかな、こういうとこ。武器的なな。よし、行こう。ワスポン。よし。うわぁ、なんかもうちょっと。で、ちゃっちゃか行こう。もうこの辺なんか、ぼーっと行っちゃったかな。あんま覚えてないな。正直。どんなやったっけ？まだ死んでないのは奇跡やな。だからあそこのくる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 って回ってるやつで、死ななかったのが良かったな、ほんとしてはな。俺あそこで何回か死んだから。しょっぱなやった時に。引き出しないんかな、ここ。なんか、うわ、なんか、え、なに？うわ、いる。いるやん。ちょ、隠れよ。ハールに。わさよせへんちゅうにあるんとか。来るんかな？来た。おぉ、危なかったな。バリ危なかった。あ、いいで。荒ぶっとるわ。気づかれた。荒ぶってるで。怖い。荒ぶっとる。かなり荒ぶっとる。どこ行ったかな。出た？まだいるわ。おぉ！どこにいんの？左奥か。うわぁ！突っ込んでる。イノシシみたいなやつやな。行った？え、どこ行った？行ったんかな？え、どこ行ったんやつ？あ、先進んだんか。あ、ね。いるわ。危ない。いるやん。なんかあるんかな。え、どこにいんの？やつ見つかったら。危ない。チェーンソーやろ。チナって向こう大丈夫？
つかった？ちょっと待って、いけた？いけたっけ？いっちゃ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 い、俺聞いたよ。バレてないんちゃう俺。お、めっちゃバレてない、めっちゃバレてない。いけ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 、俺めっちゃうまいや。俺何度死んだか、そこ俺何度死んだことか。よし、ラッキー、余裕やん。いい、あー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、やめてくれ、逃がしてくれ、ちょ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 、あー、お前どんくさいな、俺横よけてんのに。死ぬ、死んでしまう、ちょっと待って、くる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 助けて。よし、オッケー、あぶねー。めっちゃチェーン沿ってる、早く、なんかあんのこれ、あぶねー。危ねえ。20分もやってるよ。危ない。え、これどっけやったっけな。めっちゃうまだ今の。めっちゃうまいこと来たよ、俺。もう殺されへんかったな。俺あそこ気づかれへんかったことないんやけどな。何回も死んだけど。俺めっちゃうまなってるやん。死ぬシーン見せられへんかったけどな。あ、始まった。オープニング始まったね。あ、このシーン知ってる。単語ゲーム、単語ゲームワークスプロダクション。日本のゲームらしいね、これ。うん。ほら、名前日本人やもんな。ねえ。ちゃんと撮るかな。途中で止まられんのが一番嫌やからな、撮影な。直樹、片貝じゃない。うわぁ、これ気になって、右の子だけあれ目が隠してあんのよ。右の女の子だけな。サイクブレイク長なったな、ちょっと長なったな、22分。うん、まあ、長なったでこんなになるわな。普通にやってても通りやからな。よし、終わりかな。これで。チャプター1終わりかな。もう病院まで戻ってきたね、これね。完全に上までね。エレベーターの走られへんねん。おー、何やねん、びっくり。わお、めっちゃ揺れた。走れるんや。お前走れるんや。いつの間に、うわお。やべやべ、ちょっと出よう。で、こんなもんかしらあかんわ。出よう。危ないやつや。しけ。外出てきた。テロやで。うわお、めっちゃ揺れて、うわー、何が起こってんねん、何が起こってんねん、これ。救急車来た。ケーブル、早く乗って。あー、よかった。うわー、何じゃこれ。もう病院の中が異常になっているけど、世界がおかしくなっている。あ、めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる。あー、めっちゃ揺れてる。あ、いる、アサシンクリードみたいなのが消えた。うわー、めっちゃ揺れてる。誰やねん、お前、お前誰やねん。金木君か。ジョセフ、残念ですが出てきませんでした。あ、来て、呼んでる。あ、あいつか、キッドか。あいつ、この石やな、この石やな。異性同士や。落ち着くんだ、レスリー。落ち着くんだ、レスリー。レスリー。うん、もう戻るのは無理だ。すごい。戻れは無理やな。きっと出てくんのかな、これ。うわぁ、すごいな。いやね、上のあれも落ちてくんの。うわ、トラックがあるし。うわぁ、危ねえ。すげえドリフトや。めちゃめちゃドリフトしてるやん。すごいな、街崩壊してるやん。あの病院のせいかな。そらすやろな。うおぉ、歩くやこんな。地面動いてるで。
地面っていうか世界が動いてるよ。やっぱ何これ、やばいな、なんていうこれ、めちゃくちゃやん、めちゃくちゃやないか。うわー、大惨事やな、もう崩壊やね。っていうか生存者がいんの、これで人っぽ一人いいよね、人がもういいのかな。うわー気持ち悪いな。くそ、ラジオなんだよ、どこにも繋がらないか、きっとみんな死んだんです。そうなんよ。後ろは大丈夫か。軽傷よ、大丈夫。軽傷ない、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ここを離れたら死んだ。行かれそうな、こいつ完全になんか実験されてるやつだ。うわ、いる、アサシンが。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。何やねんこれ。大丈夫、大丈夫、落ちる、落ちる。予兆、予兆、やばい、なんかアキラのあれみたいな、アキラみたいや。うわ気持ち悪い、気持ちが悪い、俺ブツブツ気持ち悪い。危ない。何、落ちる、落ちた。うわうわポジッターやろ。はい、というわけで、これでチャプター1にしようかな。はい、というわけで、チャプター1クリアでございます。というわけでしてね、バテモス協会サイコブレイク、チャプター1をやりました。まあ、続くかどうかわかりませんけど、こういう風になって、次話が進んでいくということです。また、撮りましたら、動画させていただき、させていただければと思いますんでね、よかったら見てください。長いだな、これだけど、チャプター2とは多分もっと長くなってくるからね。どうなるんでしょうか。というわけで、バテモス協会でした。安いんでね、今、2000円で買えますからね。良ければ、お近くの中古屋、もしくは、先のリンク。嘘、リンクには多分ないんちゃう。2000円で売ってないかな、アマゾンとかね。一応見ておきますけども。うん、あったらあったで、そちらから購入していただければありがたいと思います。というわけで、バテモス協会のサイコブレイクでした。また会いましょう。